敵は、海賊は、SF マガジン1981年4月号に掲載された、神林長平の SF 小説。また、その続編を含めて構成されるシリーズ作品。ハードな作風の著者においては、異色ともいえる本シリーズだが、基本的考察はそのままに、緻密な世界観とユーモアあふれる作風、独特の文体で描かれている。には、 メタバタと評された。猫たちの共演は、敵は海賊猫たちの共演として1989年にアニメ化されている。2013年現在、早川文庫における単行本として、長編8作品、短編集1作品が刊行されており、初期短編集、狐と踊れには、シリーズの元になった短編、敵は海賊が収録されている。また、S。 F マガジン史上に著者自身の手による戦闘要請、摂風とのコラボレーション作、秘書空間、および外伝的な短編、我が名は、ジュティ、文句あるかが掲載された。シリーズ作品の多くは、敵は、海賊世界における現実の海賊家や海賊名を題材にしてその世界の住人来種は著述 AI が、執筆、出版したもの、という体裁で書かれており、 その設定は各関東のコピーライト表記等に見ることができる。そのため各話は独立した相互にパラレルワールドの関係であり、緩い意味での続編になっている。その性質上、ある巻で提示された設定や起こった事象が、続感においても同様であるとは限らない。宇宙への入植が進んだ未来。火星や土星の衛星タイタンにも人が住み、多成形の人間。 生物とも共存している。人類の活動範囲の拡大に従い凶悪な、生還犯罪も増加しており、それら犯罪者は、海賊と呼ばれていた。それに対抗するための治安組織として存在するのが、広域宇宙警察、対宇宙海賊化（通称、海賊化）である。海賊化一部所でありながら、強制捜査権を有する情報機的機関である。各刑事は、 インターセプターと呼ばれる装置を身につけ、あらゆる組織のコンピューターへの介入が許可されており、海賊の即時射殺も認められている。しかしながら、海賊を殲滅するためなら何でもあり的な行動から、一般に被害を及ぼすことも少なくなく、時に政府公認の海賊などと呼ばれ、海賊と同一視されるなど、市民や軍からは嫌われている。物語は、 太陽圏の海賊家に所属するラテルチームと伝説の海賊を名を中心に展開する。ありがとうございます。